ニコニコ生放送をご覧の皆さん、日本共産党の志位和夫です。安倍政権の2年間どうだったでしょうか。私はこの2年間は国民の皆さんの民意に背く暴走の2年間だったと思います。日本共産党は今度の選挙で安倍政権の暴走ストップ、日本の政治の5つの転換を訴えて選挙戦を戦います。第1は消費税 10% の増税はストップして、富裕層や大企業に応分の負担を求めるなどの消費税に頼らない別の道に切り替えることです。第2の転換は格差拡大のアベノミクスはストップ、雇用、中小企業、農林水産業、国民の暮らし第一で経済を立て直す道を進めることです。第3は集団的自衛権、海外で戦争する国づくりはやめさせて、憲法9条の立場に立った平和の外交戦略でこの地域の平和と安定を築くことです。第4は無謀な原発再稼働をストップし、原発ゼロの日本に転換して再生可能エネルギーに大きく道を開くことです。そして第5は沖縄の県知事選挙、新基地建設反対を訴えた尾長さんが圧勝しました。この新基地建設はストップして、基地のない平和で豊かな沖縄を作ることを訴えて選挙戦を戦いたいと思います。皆さん、日本共産党を伸ばせば日本の政治は必ず変わります。昨年の参議院選挙では共産党を躍進させていただきましたが、議案提案権を私たち得ることができまして、そしてさまざまな法案を出してまいりました。ブラック企業規制法案を提出し、それが政治を動かしています。厚生労働省を動かして、例えば離職率の公表、集中的な実態調査を行わせるなど政治を動かしてまいりました。秘密法をなくしなさい、この国民の声に応えて秘密法廃止法案も出しました。共産党を伸ばせば日本の政治必ず変わります。どうか皆さん、日本共産党を伸ばしていただいて、男性も女性もお年寄りも子どもさんも、そして若い方々がみんな未来に希望を持って生きられる新しい日本をご一緒に作ろうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。